デズフール、デズフルはイランフーゼスターン州デズフール郡の都市、郡庁所在地。2011年の国勢調査では42万人、10万5千戸が住んでいるとされた。2006年当時には人口は23万5千819人であった。古代文明に遡る歴史のある地域にある都市であり、市内には紀元300年に遡る橋がある。 デズフールという地名は、鳥出を意味するジスと、橋を意味するプルの二語に由来しており、合わせて、鳥出に向かう橋ないし、鳥出にされた橋といった意味になる。元々の地名はディズプールであったが、イスラーム教徒のペルシア征服以降に、デズフールと改められた。地名の由来となった橋は、全長410メートルの長さがあり、元々は、 サーサーアンアサペルシアのシャープール一世の統治下でローマ帝国の捕虜たちを動員して建設したものである。現代の橋の下にはかつての橋脚の遺構が残されている。デズフールはイラクとの国境から 100km ほどしか離れておらず、イラン・イラク戦争では激戦地の一つとなった。戦争の初期段階ではイラクによるイラン侵攻によって陥落した。 イラン側の初期の反転攻勢の試みであった1981年のデズフールの戦いではイラン側が敗退したが1982年春にはイラン側がデズフールの奪回に成功したその後も戦争期間中を通して繰り返しイラク側からのミサイル攻撃や航空機による空襲を受けた停戦後に国連停戦艦次第が国境周辺に展開した際には 地方本部の一つが置かれた。デズフールはザグロス山脈の南方の都市であり、主な市街地はデズ川の左岸に位置している。デズ川の右岸にはイラン縦貫鉄道の駅やデズフール空港がある。デズフールから上流3 0トルほどに位置するデズダムはイラン最大のダムとして1962年に完成したもので、発電とともに 農業用水にも利用されており、その完成以降にはデズフール周辺で穀物や綿花の栽培が盛んになっている。デズフールは高温ステップ気候に属しており、極端に暑い夏と穏やかな冬がある。降水量はイラン南部の中では多い方であるが、降水はほとんどが11月から4月の間に限られており、多い時には月に250ミリメートル。 年に600ミリメートルの降水量がある。ありがとうございます。